始まったなっていうのでこれから、どんどん変化していく変化させていく、かな。感覚はなんか9ヶ月空いてたって感じはステージ上がったもなかったけど、なかなか体が言うこと聞かずに、もっとよくできたはずやのになっていうところがちょっと残ったかなって感じ。特にこれっていうのはないかな、自分が思ったこととか感じたことっていうのは、まあその場所で思ったことだから全部そこで表現っていうかそこに置いてきたと思うし、言葉にすることはできないかな。これといってはないです。特に一つとかなく、全体的に、いざ始まってしまえば、感は取り戻せてたかなと。
はいはい、久々に来ました。疲れました。疲れた。疲れているんで明日休み、明後日頑張ります。コンディションを含めて仕上がりはいかがでしょう。今は結構疲れてるんで明日休み、明後日リハは何百回やってもリハ。だからやっぱライブなんで、まあ、しっかりやることがあってやったから、あとはライブで体がちゃんとこう反応してくれればいいかな。やっぱ真ん中取っていかないとちょっと怖いな。これそっちは枠材ですよね。それだと楽しくなるかなと思います。現実もあって普通の筋肉が、それでこういうで、それをこういう、うん、なんかちょっと変えるようなできるかな。できるっすけど、ロビーで現実じゃなくて鶴は少ないんだよ。もしやるとしたら、ずっと書いてあるどこ好きだプリントがあって、まあ、こういうのにしたらまたデザインもいつもの感じと変わるやろから。だから割と。
はよ。そこ注意深く見るようにするんで、なんかどうしてもなんか見てるとモコってする感じがしてさ、そうなんですよ、うん、you
空間を変えて、ちょっとこう、思ってることがちょっとあったので、ちょっと寂しくなってきたんですけど、寂しくなってきたんですけOh!
ワクワクしてます。仕上がり状況と今直前になんですけど、お気持ちはいかがですか？よくわかんない。楽しみにしてることと逆に不安なこととかありますか？両方混ざってるから。なんて言ってたっけ、いつも。普通に行くぞ。行くぞだけじゃ。今日も行こう。ああ全然分かってますね。9ヶ月っていうギャップは何か現時点で感じてる、穴埋めしなきゃいけないなと思うような部分とか。それはない、うん、意気込みというか見てほしい部分とか。いや別に個々を見てほしいんじゃなくて、バンドとかが自然に出してる空気感とか、なんかこう、まあ、視覚的なものもあるかもしれないけど、もっとこう内面的な何かがまあ感じてくれれば。まあ、どうぞ。はい、頑張りましょう。はい、ありがとう。はい、
結構新鮮に感じたかな。照明とか音の響き方とか、まあ、新鮮に感じたし、でもちょっと体がなんかワンテンポ遅いっていうか、反応が前やとこうパッて出てきたのがなんか、ワンテンポ遅いような気がしてたから、それがやっぱり9ヶ月慣れてたからあるかなっていう。どういう空気感になるのよっていうのを探りながら、まあ、これらも探りながらやってるところもあるから、まあやっぱステージから見るあの景色っていうのはまあとてもいいもんやなっていうのは感じたんですよ。まあ、出てって楽器持って振り返った時に客席を見たら、あ、こんだけ待ってる人がいてくれたんだなっていうのが一番最初から感想かな。まあ、なんかこうリハの時にステージに立った時にまず、あ、ステージに帰ってきたなって思ったかな。言えるものとして今回の DVD はすごくいいかなと思って、そのポイント的にもいいかなと思っているので、これからもなんかいろんなことを考えて、なんか面白いファンクラブであるように、まあ、バンドの活動
とともになんかもっと充実させていきたいなとは思ってるんで、これからもよろしくお願いします。ただいま。そのライブに来れなかった人は DVD を見て楽しんでください。結構、前会ったのは1月から、9ヶ月ですか、9ヶ月ぶりで、これを見る人は多分来れなかった人も見てると思うんで、そうですね、お久しぶりです。無作為に